春に生まれてくる子供、かっこ女の子の名前を考えてるんですが、つけたい名前が少しキラキラネームになっています。ひろゆきさんがおっしゃる通り、キラキラネームをつけると子供の人生に悪い影響を与える可能性が限りなく高いことは承知なのですが、キラキラネームをつける側の立場になってキラキラネームはダメだよと言ってひろゆきさんの説を破っていただけないでしょうか。別にその子供は困らない自信があるんだったら全然いいと思いますよ。その要は子供にキラキラネーム的なものをつけると就職厳しくなったりするよねっていう話で、例えばじゃあ、だから普通のじゃあなんか、翔子さんっていう人と、そのなんか、あわ姫と書いてアリエルっていう人がいて、どっちかを取らなければいけません。で、まあ、成績は似たようなものですっていうのだと、まあ多分この親って頭おかしいよねと。なので、なんかあった時に、そのなんか、親がなんか怒鳴り込んでくるとか、頭おかしいことやる可能性があるので、そのアバ姫と書いてアリエルっていうのを取らなくて、証拠を取ろうみたいに、要はリスクを取らないような会社であれば、そういう判断をしてしまうんですよ。佐藤ピカチュウとかね。っていう話で、なので、キラキラネームって良くないよねっていうのが僕基本的には言ってるんですよ。で、ただそれを言うと、キラキラネームの子供がかわいそうっていうので、反論もあるんですけど、僕がそのキラキラネーム良くないよねって言ったおかげで、キラキラネームをつけなかった親っていうのも存在すると思うんですよね。なので、結果的にキラキラネームになる子供が減って、被害を受ける子供が減るよねっていう話なんですけども、ただ、自分の子供にちゃんとスキルをつけて優秀に育てられる自信があるのであれば、別にキラキラネームでもいいと思うんですよ。例えばじゃあその東大卒で学生のうちになんか弁護士資格を取りました。名前はアリエルですって言っても、何の問題もなく就職できると思うんですよ。要はちゃんとスキルがありますっていうのがあれば、別になんか名前は変でもこの人優秀だよね。なので、別にそんな優秀な人だよねで終わりなんですよ。だから問題は優秀じゃないのに名前が変っていうことなんですよね。なので、変な名前をつける以上、そのリスクがあるよねっていうのが分かった上で、それを乗り越えるぐらいのスキルだったりとか、まあ、めちゃくちゃ可愛いとかね。要は変な名前でも可愛かったら採用されるんですよ。なので、そういう感じで、なんかすげえスタイルがいいとか、っていう何かそのスキルをちゃんと身につけないと、将来きついよっていうのがあるので、なので、その覚悟を持ってお子さんを育てればいいんじゃないかなと思います。